テルハラフシリア国内の位置テルハラフはシリア北東部のハサカ県にある新石器時代の高古遺跡。トルコとの国境付近にあり国境の反対側はシャンルールファ県にあたる。この遺跡からは幾何学模様や動物模様の描かれた釉薬の塗られた陶器が見つかっておりこうした特徴のある新石器文化はテルハラフの名をとってハラフ文化と呼ばれるようになった。遺跡は 紀元前6000年期に遡り、後にアラム人の都市国家グザナが同じ場所に作られた。テルハラフから見つかった狩りを描いた玄武岩星の浮彫り遺跡はハブール川の肥沃な過酷に位置するラースワルワインの町の近くにあり、ハブール川が遺跡を貫いて流れている。ラースワルワインのすぐ北側にはトルコの国境線があり、 トルコの J ランプナルの街と隣同士になっている。ラース・アルアインの近くには、ミタンニ王国の首都、ワシュカンニと推定されているテル・エル・ファハリヤの遺跡もある。テルハラフとは、アラビア語の地名で、テルは丘を意味し、テルハラフで、昔の街でできた丘を意味する。新石器時代当時の住民がこの地をなんと呼んでいたかはわからない。1899年。 ドイツの外交官で、考古学者のマックス・フォン・オッペンハイム男爵が、当時オスマン帝国の支配下にあった、この地で、バグダード鉄道不設予定地の調査中に遺跡を発見した。彼は、遺跡発掘のためにこの地へ戻り、1911年から1913年にかけて、発掘を行い、第一次世界大戦での中断を挟んで1929年に、 再度発掘を行った。フォン・オッペンハイムは発見された遺物の多くをベルリンに持ち帰り、発掘した遺物の展示収蔵のために、テルハラフ博物館を設立したが、第二次世界大戦のベルリン大空襲で建物は破壊され、収蔵されていた遺物のほとんどは損傷するか粉々になった。これは、中近東考古学史上の最悪の損失の一つであった。 しかし80平方メートル分の玄武岩の破片が後に廃墟から見つかりペルガモン博物館に収容された2001年には損傷した異物多数の再構築を目指す修復計画が始まり一部は2011年の完了し再展示されているまた2006年には新たにシリアドイツ合同の発掘調査が始まっているテルハラフは ハラフ文化の標識遺跡である。ハラフ文化は、紀元前6000年から、紀元前5500年頃に、北メソポタミアシリアアナトリアなど、肥沃な三日月地帯で始まった、有土期新石器時代の文化で、テルハラフ遺跡もおおむねこの時期に栄えており、この間に、大きな中断の時期はない。メソポタミア北部のハラフ文化は、 紀元前5000年頃に、メソポタミア南部から広がった、ウバイド文化に継承され、テルハラフは長い間放棄された。紀元前10世紀、アラム人の小王国、ビトバヒアニの王たちが、テルハラフの場所に本拠を置き、ゴザン、または、アッカド語で、グザナと呼ばれる都市を築いた。カパラ王は、浮き彫りをしたオーソスタットや彫像など、 華麗な装飾を施した新筆体と様式の宮殿を建設している。紀元前894年、アッシリアの王アダドニラリ2世時代の年度版文書では、グザナはアラム人の都市国家で俗国であるとして記録されている。紀元前808年には、グザナの町とその周囲の領域はアッシリア帝国の州となった。城塞の丘の東半分に宮殿があったが、 これが、州の知事の居城となった。旧約聖書の列王記では、アッシリアのシャルマネセル五世によって、サマリアから連行されたイスラエル王国の捕囚が、五山を含むハブール川流域の各地に移住させられた、ことについても触れられている。グザナの町は、アッシリア帝国の崩壊を生き延び、古代、ローマやパルティアが争う時代まで都市として存続した。 プトレマイオスはこの町をガフザニスと書いている。原伏式サイモンドキ周囲は乾燥地帯であり、住民は雨水に頼り考えは行わない、乾燥地農業を行った。エンメル麦や二条大麦、アマなどが栽培されていた。また羊やヤギといった家畜も飼育していた。原伏式の陶器は、ニネベやテペガウラ、チャガルバザールなど、 メソポタミア北部の広い地域で発見されているほか、アナトリアの各地でも発見されており、ハラフ文化の広がりが伺われる。また、ハラフ文化の共同体では、半焼きの粘土や石で、小さな女性像が作られたほか、粘土に押すための石でできた印象なども作っていた。こうした印象は、私有財産の概念の発達に伴うものと見られ、後の文化でも、 同様の用途のものが見られる。ハラフ文化では、道具は粘土や石から作られ、銅は知られてはいたものの、加工して道具に使ったりはしなかった。テルハラフから発見された、最も有名で、特徴的な陶器は、ハラフ式サイモン土器と呼ばれるもので、職人が作ったと見られ、多くは2色以上の色で動物の文様や、幾何学文様が塗られている。その他の様式の土器には、 調理用の土器や表面をよく磨いた魔剣土器などがあり、中には彩色されていないものもある。このような独特の土器、陶器が発達した理由については、多くの理論が唱えられている。例えば、地域間で模倣が行われた結果によるものという説、また、各地の支配階級同士で権威を表す品として、交換されたという説などがあり、論争になっている。 ハラフ式サイモン土器は、これまで輸出用などに特別に作られた、交易用陶器であると考えられてきたが、ハラフ文化の遺跡の内土器職人の住居が見られる。遺跡のすべてで、地元製のサイモン土器が顕著に見られることから、この説には、疑問が投げかけられている。テルハラフ遺跡南部、西宮殿の後、ハラフの戦死時代の集落に対する広範囲な、 発掘は行われていないが、建物や構造物のいくつかは発掘されている。アルパチャのトロスと呼ばれるギリシャの円形墳墓に似た構造物は内部が円形のドーム構造であり、細長い長方形の全室を通って入るようになっているが、これまでほんの少ししか発掘されていない。中には石の基礎の上に泥でできたレンガを乗せて作ったものもあり、うち一つは、 中から大量の女性像が見つかったこともあり、儀式用と見られる。その他の円形構造物は普通の住居と見られる。歴史時代に入ると、森土がアラム人やアッシリア人の都市の城塞に使われた。その下に広がる町は、南北600メートル、東西1000メートルにわたって広がる。城塞の丘は、宮殿や、その他行政用の建物が建っていた。 中でも有名なものは、平に、の宮殿、または、西の宮殿と呼ばれるもので、装飾の豊かさが特徴である。北東の宮殿と呼ばれる建物は、アッシリア帝国の知事の住まいである。また、下に広がる、市街地からは、アッシリア式の神殿も見つかっている。2万7千個の破片になった古代彫刻、9年がかりで、再生に成功。ありがとうございます。